AI の力で英語学べちゃいます。あ、出た英語。英語音読勉強アプリ音機。かわいい。教科書など英文のテキストを撮影すればすぐにネイティブな音声で読み上げます。え、また英会話を録音するとすぐ文字起こしも可能。日本語を録音した場合は英文に翻訳して表示します。覚えたい英文は暗記テストと発音練習機能でマスターできます。ここからはですね、英語学習のお話です。さまざまな教材や聞き流しコンテンツがありますけれども、はい、このアプリは自分たちの会話やそれからドラマのセリフを瞬時に英文化してくれるので英文暗記や発音学習におすすめなんですね。そうか。 AI 英語音読アプリ音機を紹介します。はい。ここからゲストにお話を伺います。株式会社 e コミュニケーションの成田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。音機は音読暗記の合わせた言葉で、なるほど、はい、英語上達のためもっと音読英文暗記を行って、うん、英語の引き出しを増やしてもらいたいという目的で作りました。なるほど、すごい。音機は今話題の AI 人工知能搭載型アプリで、スマホのカメラで英文を撮るとネイティブ音声で読み上げてくれたり、それがすごい。マイクで音声録音すると正しい英語に直して発音指導までしてくれたりします。すげえ。まあ、そんな音機のすごい機能を詳しく教えていただきたいと思いますが、はい、一つ目はネイティブ音声による英語読み上げ機能です。はい、教科書などの英文をカメラで撮影するだけで AI がすぐにネイティブ音声で読み上げてくれます。すごいな。音声の読み上げスピードの調整や、アメリカ英語、イギリス英語への変更も可能です。すごい。じゃあ文字だけじゃなくて音と一緒に覚えるのがとても覚えやすいって言われるじゃないですか。そうですね。すごい重要なことですよね。めちゃめちゃ重要ですよ。2つ目は AI による文字起こし機能です。はい、スマホで録音すると英語の音声をすぐに文字起こししてくれます。自分の声はもちろん海外ドラマやアニメのセリフなどにも対応してますので、自分の興味のある素材から英会話を学ぶことができます。そういうことだよね。すごい。本当に興味のあるやつから自分でそれが言葉が学べるってすごいですよね。私いつでも海外行けますね、本当に。いや、まあ、早いよ、早すぎる。学習するつもりないでしょ。何しろ楽しみながら勉強ができるっていうのがいいじゃないですかね、うん、見ながら ね、 長く続けられそうですよね。これはいい。3つ目は AI による英訳機能です。うん、マイクに向かって日本語で話すだけで、はい、すぐに英語に翻訳してくれます。これはもうね、多少方言が入っていたり長文であったり複数人の会話でも全てキャッチして英語に直してくれます。本当ですか。英語で何て言えばいいのという疑問が解消されるだけでなくて、単語の頭文字だけを残して他を虫食いにして暗記できる頭出し機能もありますので、何それ、英文暗記や発音学習にも効果があります。海外旅行でも大活躍のアプリですよ。だから早く海外行きましょうって。これに頼りすぎないで。そもそもどうしてこのアプリを開発したんですか。e コミュニケーションは e コムというオンライン語学学校を20年近く運営してきた知見から、生徒の英語のインプット不足を何とかしたいという思いから開発しました。素晴らしい。もともと当校 e コムの生徒様のために開発したので、音機は全て無料でご利用いただけます。こんな便利なの絶対有料にした方がいいですよ。あ、ありがとうございます。いや、しないでください。ダウンロードしないで。この後はですね、そんな高精度の英訳機能を体験していきたいと思います。やった。柴田さん、何か今日の出来事でもいいので、レコードボタンを押して話しかけていただくことできますか。今日は6時に起きました。お昼は焼きそばを食べました。仕事が終わったら真鍋で家具を買います。おお、テンポ的に結構早めでしたけどね。はい、あ、すごっ。リスニングボタンを押してもらっていいですか。はい、すごっ。 Today I woke up at 6 for lunch. I ate yakisoba. After work I buy furniture at Manabe. 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 マジですごい。これやば。リストに追加。はい、そして開いていただいてよろしいでしょうか。ちょっと虫食いをオンにしてもらっていいでしょうか。うわ、待って、これすごい。なるほど、ね、はい、あのハードだと難しいので、あの右上のちょっとハードボタンを押してリッスンのボタンを。 Today I woke up at 6 for lunch. I ate yakisoba. After work I buy furniture at Manabe. ちょっと難しい単語あったらちょっと単語をタップいただいていいですかね。嘘でしょ。 Furniture。 うわ、はいはいはい、ちょっと埋まった。はい、もしよろしければあのレコードボタンを押して AI に発音をちょっとチェックしていただきたいんですけれども。 Today I woke up at 6. おー、すごい。
合格。合格です。わーすごい。伝わりますよってことね。はい、気軽に楽しくゲーム感覚で英語が学べますので、うん、英語のインプットを増やしたい方はぜひこちらを使っていただければと思います。今回紹介した AI 英語音読アプリ音機、無料で身近なところから楽しく学べるので、気になる方は ONKI 音機とぜひ検索してみてください。はい、ということでこちらのサービスいかがでしたか。身近な会話で楽しく英語を学ぶなら音機。英語じゃないか。